はいどうも、ワンソクチューブです。自動車業界の気になるニュースを管理人目線でピックアップしたワンソクニュースをお届けします。ここ1週間で起きた自動車業界のニュースをですね、日刊自動車新聞さんの電子版からピックアップしてお届けしたいと思います。今回気になった記事はこちら。まずは12月8日の記事なんですけれども、三岡自動車新型 SUV バディの増産を決定、生産能力を倍増、想定上回る受注という記事ですね。三岡自動車は7日、11月26日に先行予約を開始した新型 SUV バディの増産を決めたと発表したと。想定を上回る受注が入っていることから、当初は年間150台としていた生産出荷台数を300台に引き上げると。2021年末までに専用の生産ラインを用意して対応するという記事ですね。まあ、バディはトヨタ自動車ラブ4がベース車で、同社にとって初の SUV と、予約開始直後から予想を上回るペースで受注し、7日朝の時点で307台になっているというと。まあ、確かにね、予約開始直後からサーバーが落ちて、サイトに繋がらないという状態になってましたけれども、ベースとなっているラブ4の価格に、まあ、200〜300万円さらに上乗せされるということで、まあ、600〜700〜800万円ぐらいいっちゃう車にもかかわらず、まあ、300台も、まあ、早くも受注しているということなんで、かなりね人気ですよね。しかも納車が始まる2021年6月から、同12月までの納車台数50台っていうのはもともと予定されていたんですが、これは変更しないということで、しかもこの50台の割り当ては一般客へ、納車されるんではなく、多分何か、イベントとかですね、あとは展示車とかに使われるんだと思いますが、まあ、一般のお客さんの納車はですね22年以降となるというふうに、なんかどこかで見たことがあるんですけれども、まあ、その22年以降は年間300台の生産出荷体制を整えるということなんで、まあ、今から予約しても、まあ、1年後以降の納車になるという車ですね。まあ、それだけ、ね、待つ楽しみもある、ちょっと特別な車になっていると思います。検討していた方にはね朗報ではないでしょうか。そして次の気になる記事なんですけれども、12月9日の記事、日本カーオブザイヤーレボーグ選出と、スバル4年ぶり受賞という記事ですね。まあ、今年もカーオブザイヤー発表されましたよね。皆さんも目にした方も多いと思いますが、まあ、日刊自動車新聞さんでも取り上げられています。日本カーオブザイヤー実行委員会は7日、2020から2021日本カーオブザイヤーにスバルレボーグを選出したと。スバルの受賞は2016年のインプレッサ以来4年ぶり、41回目となった今年度のノミネート者は、2019年11月1日から2020年10月31日までに、国内で発表された全45台の乗用車と、モータージャーナリストら60人が選考した上位10台の中から最終選考投票によって、今年度のイヤーカーを決定したと。まあ、ちなみにですね、日本カーオブザイヤーの得点表の1位から10位までなんですけれども、まあ、10ベストカーというね10台が選出されましたが、その中で順位が決められた形になっていますが、1位がスバルのレボーグ、2位がホンダのフィット、3位がトヨタヤリス、ヤリスクロス、GR ヤリスと、まあ、ヤリス3兄弟みたいな感じになっています。で、4位がプジョーの208と E208 で、5位がランドローバーディフェンダー、6位がアウディ e-tron スポーツバック、7位がマツダ MX30、 8位がアルピナ BMW アルピナ B3、 9位が BMW 2シリーズグランクーペ、10位が日産キックスという結果になっています。まあ、1位になったレボーグはですね、2位に117点差以上つけて、まあ、独走の1位ということになって、私も、新型レボーグ購入して今納車待ちですけれども、まあ、それも納得という、出来になっている車だと思います。私も買う予定なかったんですけれども、まあ、先行試乗会行ったらですね、これは買わなきゃなっていうぐらい、よくできた車になっていましたし、イノベーティブ革新的な、車になっていました。今後の車を測る上で、まあ、これはちょっと乗っておかないと物差しに新しいね、ベンチマークになるなと思った車でした。そしてね、2位が意外にもヤリスを上回ってフィットということで、こちらも私購入して納車されてますけれども、いやいや確かにめちゃくちゃよくできた車で、もう街乗り最高って感じですね。もうほぼ、私9割型フィット乗ってるような生活してますけども、まあそのぐらい、満足度の高い、本当クオリティオブライフ QOL が上がったと言っても過言じゃない街乗り車になっています。
で3位が、ヤリス、ヤリスクロス、GR ヤリスと、まあ、ヤリス3兄弟で、まあ、これまとめるのもちょっとずるいかなという気がしなくもないですけれども、まあそのねヤリスクロスの革新性とか GR ヤリスの、すごいもうコスト度外視の車作りとかっていうのも考えると、まあ3位ぐらい取っててもおかしくはないかなと思いますね。そして私もまたヤリスクロスも、キントで、契約済みと、で納車は来年の3月になってますけれども、カーオブザイヤー1位から3位まで、買ってみたみたいな感じになっちゃってますね。で4位が、プジョー 208E208、 これも納得ですね。もう今年乗った車の中で私が相当パンチがあったというかですね、印象深かったのが実はプジョー208なんですよね。まあ、これもですね、ワンソクアワードというのを毎年年末12月30日ぐらいにやってますので、今年もやる予定なんですけれども、ライブ配信予定していますので、12月30日の多分10時とか11時とか遅い時間にやる予定ですので、皆さんね、予定開けといて一緒にライブ参加で、ワンソクが今年選ぶ、ベストカーを、一緒に見ていただければと思うんですけれども、208も相当良かったということで、これも納得ですね。そして5位がなんとランドローバーディフェンダーと、いやこれも買ってますね。私が購入した車軒並み1位から5位までの間に入ってるというのは嬉しいことなんですけれども、まあこれもねある意味すごく尖った車でよくできてるんで、まあ納得かなと思いますけれども、まあ国産車でも他にもいい車いろいろあったと思うんですが、それをも押しのけて入ってるっていうのはね、まあなんかすごいなという気もします。そして6位がアウディ e-tron スポーツバック、これも評論家の方々の、評価が高くて、私も実は最近、乗りました。それはね、また後日アップしたいと思うんですけれども、確かに乗ればこれもイノベーティブで、まあ、その評論家の方々が、支持するのもわかるかなっていう車になっていました。でさらに7位がマツダの MX30、 これもね観音開きドアとおしゃれな、インテリアということで、新しい、いろいろな車の提案というところでは、選出されるのも納得かなとも思います。で8位がアルピナ BMW B3 ということなんですけど、これはちょっとよくわからないですね。私ちょっと乗ってないんでどれぐらいいいのかっていうのもわかりませんが、ほぼ試乗機とかでもあんまり見かけたことないですし、 YouTube とかでも試乗で上がってんのかなっていうふうに思いますけど、これはちょっと謎ですね。未評価ですね私も。で、9位が、2シリーズグランクーペと、でそして、10位が日産キックスという形になっています。これいろいろ皆さん思うところあると思いますので、コメント欄で、このカーブザイヤーどう思うみたいなね、これがいいこれがおかしいみたいなのがありましたら、コメントいただければと思います。そして、インポートカーブザイヤーには、プジョー 208E208 選出と、これも納得。いや E208 はまだ未試乗ですけども、いや価格が安いということで、なんと E208 は389万9000円からですからね。ホンダの E が国産車なのに、451万円からのスタートということで、まあ、70万円ぐらい安い価格になっていると。さらに航続可能距離は E208 の方が多いということになったら、いやこれは安いでしょうってことになりますからね。さらにまあ補助金なども入りますから、輸入車でこの価格で EV 出されちゃって国産車やりにくくなっちゃうんじゃないのっていうぐらい、これはすごい車だなと思いました。そしてデザインカーオブザイヤーが MX30 と、これもまあ納得できるかなと。まあ、マツダの今までの駆動デザインからですね、もう一線を画するデザインラインで出てきたのと、あとインテリアの部分ですよね、この辺は本当によくできてるなと。コルクを使った内装とかは私もかなり感動して、このインテリアだけで欲しくなるなと思う車でもありました。そしてテクノロジーカーオブザイヤーがアウディの e-tron スポーツバックと、いやこれね、いや実は乗ったらすごかったんですよね。これあまりその語られない部分であるとか、その回生システムのすごいめちゃくちゃ賢い制御であったりとかっていうのは、まあ、確かにめちゃくちゃテクノロジー詰め込みまくった車だったなという印象もあるので、まあ、知れば知るほど、まあ、よくできた車というかですね、もうテクノロジーの詰まった車だなっていうのは本当に納得できます。そしてパフォーマンスカーオブザイヤーが、アルピナ B3 と
いうことで、これはちょっと、私も乗ってないんで、未評価ですね。そして、K カーオブザイヤー、まあ、軽自動車ですね。こちらが日産ルークスと三菱の EK クロススペース、あと EK スペース。こちらの、まあ、兄弟車が受賞ということで、軽自動車は今回、10ベストカーに選出されてなかったんですよね。前回が軽自動車ばっかみたいな感じになっちゃってて、まあ良くなかったという、反省を踏まえて、軽は別の枠にしてるのかもしれませんが、この軽カーオブザイヤーはルークス、私は個人的にはもう納得ですね。今年乗った車の中で結構印象良かったのは、ルークスだったので、これはね、むしろ10ベストカーにキックスが選ばれてルークスが選ばれてないっていうことの方がムムムって思うところもあったりするんですが、もう本当軽ベストカーには本当ルークス納得ですね。皆さんは今回のカーブザイヤー結果どう思われるでしょうか。コメントいただければと思います。そしてワンソクアワード2020の発表はですね、12月30日予定してますので、夜皆さんね、予定開けといていただければと思います。そしてもう一つ、気になった記事なんですけれども、12月16日の記事ですね、新車リポート、鈴木ソリオ、ソリオバンデットという記事です。鈴木は12月4日に、ソリオ、ソリオバンデットを発売したと。後席の快適性や荷室の広さを進化させるとともに、乗り心地や静粛性などの基本性能を向上した点が特徴だということで、ソリオのね、新型がデビューしたという記事なんですけれども、私もね、近々こちらソリオの試乗できることになっていますので、ワンソクチューブソリオご期待いただければと思います。まあ、今回の新型ソリオはですね、電動パーキングブレーキ非採用ということで、まあ、スズキで採用されている車今まで1台もないので、まあ、今回も採用しなかったということになっているので、こちらの記事でもね、最後締めくくるところにですね、業界初といった目立った新技術はないものの、顧客ニーズが高い最新の機能を数多く搭載したということで書いてありますけれども、まあ正常進化をして、基本性能を磨いた車になっているということなんで、確かにハスラーなんかもそういったフルモデルチェンジを行った感じになっていると思いますが、ソリオに関しても同じような、正常進化をしていると思われます。一方でライバルにあたる、ダイハツのトール、まあトヨタに提供しているルーミーですね、こちらは、ビッグマイナーチェンジを行いまして、電動パーキングブレーキ、マイナーチェンジで搭載してきました。で、私も試乗して、まあ、結構、街乗りベストなんじゃないかと思うような、先進装備、全車速追従のアダプティブクルーズコントロールとかも搭載していました。で、まあ、ブレーキホールドもついているので、街乗りのね、ストップアンドゴー、信号停止が多い機会ではベストなんじゃないかっていう評価もしましたが、これをね、ソリオでは搭載してこなかったところが、こうどうね、販売に影響してくるのかっていうところが注目されます。ワンソクチューブの、市場インプレッションもご期待ください。他にもね、気になる新聞のニュースなどがありますので、日刊自動車新聞さんの電子版のリンクは下の詳細欄に貼っておきますので、見ていただければと思います。これからもね、週1ぐらいのペースでやっていければと思っています。耳だけでね、聞いていただいても内容が伝わると思いますので、ラジオ感覚で聞いていただければと思います。それでは自動車業界の気になる記事をピックアップ、ワンソクニュースでした。